おはようございます。11月になってしまいました。もう残すところ2ヶ月しか今年じゃないんですけども、トレードで使える日数ってのはまあおおむね30日くらいですね。まあですんでね、毎日の相場解説って言っても年間で200回ぐらいしかできないわけですよ。5年間で1000回です。まあですんで私も5年以上やってますけども、まあ動画にして2000本くらいですかね。まだまだですね。で、10月なんですけども、10月は倍の方でね、かなり稼げたというところで振り返ってるんですけども、ここからですね、その倍の流れがちょっと止まって、横ばいに入ってくるところで10月は終わったと思うんですね。で、レンジ幅も決まりましたので、11月はそれに従って勝負していきたいと思います。まずは月足から見ていきましょう。これが月足ですよね。一番端っこの見てみましょうか。これ。この1ヶ月は、大きな陽線で終わってるってとこですけども、つまりは倍で取れたよねってことなんですよ。でもその倍の流れも、こちらの力点の方でね、阻まれて止まって、こっから上に行くのか下に行くのかってところを占うわけなんですけどもね。まあ、全体的には横ばいというか緩やかな下方面の横ばいっていう感じかなと思います。もうちょっと大きく見てみると、この辺りに力点があって、そして、ここにもう一つ力点があるということで、この幅の中でね、この箱の中で動いてるのが今回だと思いますけども、おおむね、その下半分で推移してるのが、まあ、ここね、2、3年の流れかなっていうところでございます。1本が1ヶ月なんで、12本で1年です。ですんで、1年、2年、3年ちょっとが、今見ている直近のこの下の箱になりますね。さあ、そして、ここを突き抜けると、広い空間が待ってるわけなんですよね。広い空間っていうのはここです。で、ここで展開することはあんまりないと思います。こっからどちらかというと、ちょっとね、円安が進みすぎたんで、円高の方向に触れるんではないかなと思いますから、箱の、あ、失礼しました。この中での展開になるんじゃないかなと私は思うんですけどね。じゃあ、週足を見てみましょうか。週足は言うまでもなく、1本が1週間です。で、ザーッと上の方に上がりましたよね。もともとは、ここでエリオット波動が取れていたんですよね。懐かしいですね。で、推進波が終わって調整波が入り、それがこの力点を突き抜けて上の方に行ったあたりから大きな円安に触れたわけなんですけども、ここで行動の限界点を迎えて、横ばいに入ったということでございますね。さあ、この横ばいが果たして上に行くのか下に行くのかっていうところが、今月11月の前半の第1週のね、見物になってます。じゃあですね、次は、日足ですよ。1本が1日です。さらに、こちらの方、ずーっと上がってですね、こちらの方に横ばいが決まったということになります。この横ばいでこれから推移していくから、これが上に抜けるのか、それとも下の方に沈むのか、ね、円安が止まるのかっていうところがこれから見えてきます。4時間足です。だんだんと抽象度を増していったところから具体的になってきました。ここはもうレンジがパッと引けますね。ここです。まあ、このラインよりも、上に行けば倍でついていくし、下に行けばセルでついていくっていういつものパターンですよね。で、最後に、1時間なんですが、いいですかね。多分、私の記憶なら、これ上底がこちら。力点がこことね、ここで全く一致しますからね。ちなみに、包み足ってのが出てるじゃないですか。包み足ってのはここに出てるわけですよ。こういうのも思い出してくださいね。はい、それで1個。もう1個は、こちらです。113円の385。ここに力点があるのと、こちらです。さあ、それでね、今回のレンジなんですけども、113円の385から114円の085になってるわけなんですよ。ここから、ここですよ。で、今まさに、110円の085を、クリアして上の方に行くかもしれないってところなんですけども、ここを超えたら、114円の140を超えたら、倍でついていきましょう。
ね、倍で。そしてこれが下に行くようなら、この箱を抜けたあたりから、すぐにセールに入っていきましょう。さらに、こちら、113円の385を抜けて、113円の330をクリアしたら、セールの方で入っていけばいいんじゃないですか。これがまあ、今月の方針ですよ。ということでね、1週間目、11月の1日から始まる週で、今のようなレンジ戦略に出ることになります。まあ、今ね、上昇の流れが結構上の方に来たのが止まったんで、多分、セルの方向で取れていけるんじゃないかなって感じてるのが、今日11月1日の月曜日なんですけども、いかがでしょうかね。それでは本日は以上です。はい、おはようございます。月が変わりまして、そして週も変わりました。こういう風な時には、大体ね、レンジ相場を意識して、どこからどこまでを上程として仮定とするのか、その幅をね、決めていく作業になりますけども、火曜日になりましてね、多少の修正を施しました。まあ、火曜日になったというよりも、火曜日になる前にですよね。まあ、現在がですね、11月2日の朝4時31分なんで、今修正すれば十分間に合うと思いますので、これからね、どのように修正したのかをお話ししながら進めてみようかと思います。では今日もね、画面を切り替えて説明します。デイリーからです。こちらどうぞ。一日足で言えるのは、もういつもと同じですけども、ズバーンとね、立ち上がった後に、ここで、レンジが来てるよってことですよね。これはもうわかりますよね。で、ここもちょっとレンジが来そうだったわけなんですけども、N を書いて上に抜けていったんで、それはそれでね、取りやすかったと思います。上昇トレンドがありまして、で、こちらの力点がやっぱりね、ポイントになってましたからね、ここでね。やっぱここで絡むわけなんですよ。ね、はい、次なんですけども、4時間です。4時間。こういうふうに見たときに、横ばいの範囲がこういうふうに顕著になってきたでしょ？で、最初はここら辺で設定したんですけども、そうではないなということで、今度はこちらの方に設定しました。それが今に至るわけですけども、昨日ざっくりと決めたところが今日細かく決まりました。それを1時間で解説していきますね。はい、昨日はね、114の085というものを上程に設定したんですけども、これがね、こちらの力点とこちらの力点を結んだんですけども、どうもね、こことここにした方が良さそうだなと思いましたので、昨日の動きを見てね。昨日の動きでこう、とんがり山を出したわけですよ。まあですんで、ここまでは追っかけていかないにしてもね、ここだろうなと思いましたね。ですんで、110円の234。114の234を一つ設けました。で、これが上程です。よろしいですかね。で、下は変わらずです。ここが、こう、ポツンと一点だけね、三角逆三角の頂点になってますので、113円の385、これは変わらずです。ね、これが上程。上程ってこう書くんですよ。上程、下程。これですね。上程、下程と決まりましたね。はい、これで行きましょう。はい、こんなところかな。ちょっと、あ、これをね、閉じちゃいけないんだな。まあ、日付を書いておきましょうか、ちょっとね。日付を、書いておきますよ。塗りつぶしで単色、黄色。今日の日付は、11月2日。これでいいんじゃないですか。うん。で、このように上程と下程決まりましたので、あとはこれを破ればブレイク、破らなければレンジ戦略ということで、枠の内側をね、なぞっていくようになります。こちらの方ね。ごちゃごちゃしてきましたけども、まあ、要するに、ここからセルに入って、まあ、ここからバイに入ってってところですね。だいぶ今日は分かりやすくなったんじゃないかなと思いますけども、いかがですかね。ですから今はね、セルの真っ最中でよろしいかと思います。今はセルに入っても構いませんよ。それではね、今日も頑張っていきましょう。セルバイのレンジ、もしくはブレイクして伸びた方向についていくということでございます。これはね、もしかしたらね、下の方に行くんじゃないかなと。うん。円高の方向に向かうんじゃないか。113円とか、112円を目指していくとは思うんですけどもね、いかがでしょうかね。それでは。おはようございます。今日は11月3日でございます。今日文化の日だったですかね。何の日だったですかね。ちょっと忘れましたけども。11月3日です。あ、カレンダーまだ破ってないな。
11月3日が日曜日になってますね。今日は水曜日、祝日でございます。今日の相場解説なんですけども、レンジ作戦になってから、まあもちろんレンジを抜けたらね、ブレイクに切り替わるんですけども、現在レンジ作戦なんですよね。こちらの方を細かく解説していこうと思うわけですけども、昨日も早速利益が取れてると思います。こちらの方をご覧ください。デイリーの方をご覧いただくと、昨日修正したレンジの範囲がもう一回見て取れると思います。110円の234から113円の235ですか ?285 ですか、こういう風な箱になってますよね。この間でレンジを取っていくということなんで、綺麗に収まってますよね。レンジをはみ出したところっていうのが、黄色でちょっとうっすらと書きますけども、この範囲、ちょびっとありますね。この範囲もちょびっとあります。まあですんで、これをブレイクと勘違いすることもありますんで、ブレイクポイントってのを設けていく必要があります。それはヒゲ先を横に伸ばして、ここを超えたらブレイクポイントだよねってことと、これもそうですよね、直近のヒゲ先を伸ばしてってことになります。これをよく覚えておきましょう。その他はまた黒に戻しますけども、大体ですよ、大体ですよ、この範囲に入ってきたらセルをかけて、この範囲に入ってきたらバイをかけての繰り返しで、往復ビンタがずっと取れていくわけですよ。こういうふうにね。で、昨日はその往復ビンタのうちの片っぽが取れてますんで、解説していきます。その前に4時間見てみましょうか。4時間見てみると、レンジをもう一回濃く聞きますよ。レンジの幅こういうふうにします。そうするといかがですか?ここに当たったら上に行って、ここに当たったら下に行って、以降同じことの繰り返しでしょ?ここもね。ですので、こう、なんていうんですかね。綺麗に、今、レンジに入ってる状態ですから、本当になんか、フラッグというかね、あれを横倒したような形になってます。まあ、最初のうちは、ここにレンジが来るのかなっていうふうに、混乱したところもありますけども、火曜日で修正した途端、水曜日で利益が取れてるよねっていうことになります。でもまだ水曜日はこれからが本番なんでね、今からでも全然遅くないですよ。じゃあ、1時間を見ていきましょう。はい。いかがですか?もう一回レンジの幅を濃く引きますよ。ここでレンジを決めたじゃないですか。ですんで、この範囲に入ったら、セルをかけていって、この範囲に入ったら、バイをかけていくってことをね、ざっくりと考えていけばいいと思います。で、ブレイクするポイントってのは、ここで言ったらここですよね。伸びていって、ここを突き破ったら、バイで入る。で、ヒゲ先を伸ばして、ここを突き破って下の方に行ったら、セルに向かうということをすればいいと思うんですけども、じゃあ、ちょっと一旦これを閉じてですね、昨日の15時を見てみましょうか。はい。昨日の15時の時点ですけども、上下にレンジのあたりにね、ここに入ったら、セルですよ、バイですよっていう風なゾーンを設けました。はい。ここに入ってますんで、ここからセルに入ったらどうなります?こういう風に向かっていくわけじゃないですか。ね。で、含み益を取っていけるわけですよ。だから、ここを超えた時点で、もしくはこの箱の中で、セルをかけていくポジション取りっていうのが、昨日はあったわけです。まあ、15時だったんで、さすがに放送はしませんでしたけどもね。ただ、このスクリーンショットだけは取っておきました。で、予測できるのが、この三角形を作るんではないかなってことなんですよ。いいですかね。そうすると、3時間後です。18時になってどういうことになったかというと、こういう形になりました。ね。ですんで、このあたりでセルだよ。このあたりでバイだよ。っていうところの、セルのポイントに入っているんで、セルをかけていったわけなんですよ。そうすると、15時からも伸びていって、18時に、きっちり、イグジットのポイントまで来たってことですよね。これが昨日の18時です。15時、18時の変化分かりました?そしてもう一回、今、本日の朝5時の形に戻しますと、もう一回ゾーンを作りますよ。ここに入ったらセルですよ。ここに入ったらバイですよっていうポイントがありますけども、どうですか?こうなって、ここに入ったらセルでしょ?で、バイのポイントが近づいてきたんで、この辺、ヒゲがこの中に入った時点でイグジットするじゃないですか。そういう風にイグジットする人が多かったんで、まさまにこういう風に跳ね返って今度また上に向かいましたよね。じゃあ今度はここで倍に入れば往復ビンタ完成ってことですよ。ということで倍のポジションを維持したままここに含み益があるっていう形になります。いかがですか?
はい、ですんでね、レンジは今まで何回もやってきました。この6年間ね。でも、レンジの取り方はもう分かりましたよね。と同時に、レンジってのは、それを抜けて、ブレイクアウトに向かった時にまた美味しいわけですよ。ね。今回は、ブレイクアウトのポイントまで、エントリーポイントを差し示しでおきましたけども、あの、髭先を横に伸ばしたところですね。あとは、価格は決めていただければと思います。レンジってのはね、本当に利益をバシバシ生んでくれるところなんで、今日ぐらいね、レンジの幅があると本当にやりやすいですね。1円幅ぐらいありますからね。もう十分です、このぐらいだったら。70ピップス以上だったらもう、この往復ビンタレンジってのは使っていけますから。で、通常レンジで困るのが、30とか40のピップスでのレンジなんですよ。あれはもうね、エントリーしない方がいいです。ただ、ブレイクポイントを見ておけばいいと思います。ということで、レンジが全体の7割。はい、本日もありがとうございました。じゃあまた明日。おはようございます。11月4日になりました。今月いかがですか？滑り出し好調じゃないですか？レンジをパシッと決めることによって、どこで売って、どこで買うかが明確になるでしょう。その辺を今日もやって利益を取っていこうかと思います。こちらです。はい、まずはデイリーですけども、いかがでしょうか？もうレンジに入ったことは疑いないと思いませんか？こういうふうにね。この幅でのレンジ、あ、ちょっと上がもうちょっとかな。この幅でのレンジを、しばらくはね、当てにしていけばいいと思います。ですんで、このあたりになったら、買いに入って、この辺りに入ったら売りに入ってってことの繰り返しですよね。そうすることによって、この上下が全て取っていけるってことになります。よろしいですか？もうすでに何回も売買を重ねておりますよ。4時間の方を見ていきますね。はい。もう一回レンジの幅を引きます。こういう形ですよ。こういう形で、この辺に入ったら、買いに入って、この辺に入ったら、売りに入る。それを繰り返していけばいいわけですよね。こうなりますからね。本当にこう、ありがたい指標でしょ？なんかその、レンジを知ってれば勝てるみたいな感じになってきましたよね。で、付け加えるなら、ここを抜けた時には、バイでついていく。ここを抜けた時には、セルでついていくっていうような、ブレイクアウトも忘れずにということでございます。じゃあ1時間見ていきます。昨日はどういう風に言いました？こうなって、そしてちょっとこう飛び出たところがありますけども、結局はこうなって取れましたよねと。そしてここは、まさにレンジのこういったゾーンに入りますので、ここではね、さすがに売ってたものを決済して買いに転ずるってことになるんで、昨日もこういう風に取れて、途中こういう風なね、ふらふらっと来てたところあるんですけども、結局は、ついさっきですけどもね、ここに足して、ヒゲを出して急速に下の方に向かっていきましたってことなんで、結局は、この距離も取れているってことになります。で、この距離も取れて、この距離も取れて、この距離も取れたわけですよね。そして、現在、含み益を出しながら、セルの方向に向かっているというところでございます。はい、月曜から並べてみると、すごくわかりやすいでしょ？今月、この今週はですね、レンジ戦略の中でも、本当に理想的なレンジの出来方と、作り方と修正の仕方と、ロングポジション、ショートポジションの取り方、全部をね、このパッケージに詰めることができました。今週全部振り返ってみると、レンジオプションの捉え方とか取り方が非常によくわかる、そんなコンテンツになったんじゃないかなと思います。それではね、引き続き同じようにレンジ戦略を取っていきましょう。プラス、レンジを抜けて、アウトブレイク。こちらの方にもお気をつけください。その際は、上に行ったら、セルであったものが今度はね、バイで取っていくって形になります。で、下の方に抜けたら、今度はセルの方で大きく取っていくってことになります。では、失礼します。はい、おはようございます。11月5日になりました。今日は金曜日ですね。金曜日の相場解説になります。今、時間は4時25分なんですけども、今週はどうですか？月曜こそ様子を見ましたけども、火曜日あたりから、このレンジ戦略がむちゃくちゃ生きてきて、上がっても下がっても取れたんじゃないかなと思います。私の相場解説も、取れたことばっかりお話してるんで、すごく話しやすいですね。それでは、こちらの方をご覧いただきます。これが何かと言いますと、昨日の相場解説として、しばらくしてね、夕方の18時にスクリーンショットを撮ったんですけども、朝の時点では、このあたりね、このあたりからバイに入るんだということで、ゆらーっと動いたところだと思ったんですよ。その後、18時になって、上のゾーンに触れましたよね。で、そこで、イグジットして、
さらに今度はセルでエントリーするというところでございます。セルでエントリーするともう早速陰線がギュッと出てね、下の方に向かうことを示唆しています。これが何を意味するかっていうと、こういうふうに下の黄色い線に当たったらバイで入って、上の黄色い線に当たったらセルで入ることを繰り返せば利益は上がっても下がっても取れますよねっていうふうな今週の説明と一貫するわけですよね。じゃあね、同じ1時間足の現在の様子を見てみましょう。いかがでしょうか。先ほどお示ししたのがこちらの陰線でしたけども、その陰線は今となっては下の黄色い線まで達するぐらい降りてきましたよね。つまり下から入ってバイ、上の黄色い線に当たったらセル、下の黄色い線に当たったらバイ、そして上の線に当たったらまたセルが全て当たってるということです。はい、じゃあデイリーを見てみますよ。デイリーはお話したようにもう赤い線が2本引いてますよね。ここをレンジと捉えていけばいいよってことだったんですよ。そうするとほらレンジの枠の中に入ってるでしょ、すべて。で、直近の3本の陰線4線が上下に長い比を出していることを見ると迷い始めてるということになりますね。ですからまあ当然ですけども、ボックスに入ったってことは今度ブレイクが起きるってことですからね。そこを注意していきましょう。4時間です。4時間いかがでしょうか。もう一回明確に聞きますけども、この箱の中でロウソク足を推移してるわけなんですよ。ということは、下に当たったらバイで入って、上に当たったらセルをかけて、下に当たったらバイで入って、上に当たったらまたセルを行くってことで、ずーっと取れていけるでしょ。で、そうならなかったブレイクアウトしたところが、今度は、トレンドに入りますんで、トレンドの方向についていくってことになります。ほら、綺麗な、なんか、あれですね、レンジになりましたね。これが4時間ですね。もう1時間は言わなくてもよろしいかと思いますけども、一応開けてみましょうか、流れ上。ほら。ね。黄色いところ、下の線から上がっていって、上の黄色い線に当たったらこっち、下の黄色い線に当たったらこっち、上の黄色い線に当たったらこっちということで、守備一貫してるっていう、そんな図ですよね。で、ちなみになんですけども、もう一回ですよ。昨日の夕方、18時にはこうなってたんで、私の場合はセルでエントリーして今に至るってことです。ね、ここでも取れて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 るわけですよ。これは今回、でかいですよ、かなり。この90ピップスの間で推移して、だいたい60数ピップスをね、4回取ってきた。1、2、3、4と4回取ってきたことになります。これが美味しくなくて何なんでしょうか。ということでね、レンジがしっかり絞り込めると、こういうふうに今週ずっと利益が取れるようになってました。先月も申し上げたんですけども、11月の最初のね、見極めをすることによって、11月もだいぶ楽に勝負が進められるってことになりまして、今回そのような1週間を送ってこれたなってことですね。まだブレイクアウトが始まるまでは同じ、今週と同じレンジ戦略をずっと用いていきますので、皆さんも今週ね、もう一回一気見などで見直していただいて、来週に備えていただきたいと思います。はい、じゃあ本日は以上ですね。おはようございます。速稼塾の久保です。今日は11月6日になりました。土曜日なんで相場はないんですけども、まだ多少動いてるのかな。今週を振り返りながら今回のレンジ戦略どうだったのかってことをお話ししていこうかと思います。結果としては全勝圧勝、とてつもない利益が出たということが、まあ私の個人的なね解説とともにエントリーした結果になります。私の解説を見ている方は軒並み同じように利益を上げてるんだと思いますけども、あとはねロットですよね。ロットが私の場合は1から5なんですけども、今回はね結構追撃しましたんで、いや本当にびっくりするような利益が出ましたね。しかしですよ、ロットが 0.1 とか 0.5 だとちょっとねいまいち金額的にはいってないかなというところだと思います。この辺はねロットを上げるのには結構根性がいりますんでね、そこは別のところでまたお話していこうかと思います。こちらどうぞ。はい、まずは普段と逆なんですけども、1時間足から見ていこうかと思います。すでにですね、左側の方は切れちゃっているんですけども、
ここ飛び出したところを除いてはですね、上昇したところで取れて、下落したところで取れて、で、上昇したところで取れて、これは昨日解説しました。で、今日はこちらですね。ここが取れてるってことですよ、ここの波が。一旦下に行ったんで、ここで、利確した方もいるかもしれませんね、この辺りで。ここで利確も全然 OK ですよ。うん、で、その後これが、上に向かうと判断するのもこれ無理からのことです。その辺でちょっとね、ムラができたと思いますけども、結果的には、今お示ししている、この範囲が取れてるってことになります。かなりの威力ですよね。まあ、ですんで、左側に消えちゃったこの大きな線と、この大きな線、2本目、3本目の線、4本目の線と。で、もう一個向こうの方に、左の方に消えちゃってますけども、合計で5本の線が取れているんじゃないかなと思いますけどね。結構な幅だと思いませんか？上下でだから70ピップスから80ピップスありますからね。これが今週全部取れてるわけですよ。それがなんでかと言いますと、最初の方で修正しながら皆さんにお話した、ここに入ったらセルでエントリー、ここに入ったらバイでエントリーの、まあその基本を最初に決めたからですよね。あの、黄色いところですね。すいません。ちょっと幅が大きくなっちゃいましたね、上の方は。この黄色いところ。黄色いところに入ったら、利確をして逆の方向に入るって形ですね。それが上手にうまくいったんじゃないですか。今週のレンジ戦略はこんなとこです。じゃあ今度時間をね、4時間に遡って見てみますよ。4時間になってみると、レンジの箱ってのがもう赤い線で引いてますよね。ここです。これ。ね、わかりやすいでしょ。最初にこういう風にレンジの幅を上底と下底と引いたもんですから、上底と下底とね。常にここに入ったらセルにして、で、ここに入ったら倍にしとけばいいっていう単なるその機械的な作業だったわけですよね。で、ここで取れて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 って、もう本当にね、綺麗に取れてるわけですよ、ここが全部。あとは追撃するかしないかの話ですからね。で、私が5本取れたでしょってさっき言ったのが、ここ。これがね、今朝までに取れたところ、昨日取れたところ。一昨日取れたところ、その前に取れたところ。で、ここがもう取れてるでしょってことなんですよ。最初の頃はね、レンジを測ってるとこだったんで、こことここは、取れたり取れてなかったりなんですよ。でも、レンジの幅が確定した時から、じゃあ一気に行きましょうっていうふうに火曜日からね、号令引いたら、全部取れたわけですよね。とてもわかりやすいレンジの講義だったんじゃないかなと思います。そして今、ここがブレイクしてるところなんで、ポジションを外してですね、こっから下に大きく、触れていくのかどうかっていうところを見ていきます。もしくはね、ちょっとこう、深掘りしたんですけども、あと戻ってきてまたレンジに帰るような、そんなね、場面も見えるかもしれません。そこはちょっと慎重に見ていきましょう。ちょうどね、この辺のところなんですよ。こういう風になるってことなんですよ。ここがね。はい。じゃあ、一日足を見ていきますよ。最後、一日足ですけども、これもレンジがはっきりしてましたよね。赤い線上と下に引いて動かしてませんよ。うん。あとは、同じです。上下にビンタ貼るだけですからね。簡単だったでしょ、今回は。だから火曜日まで、月火と見てた方は、水木金、そして土と、利確ができるところを確認できたはずです。いかがですか？はい、じゃあ、来週にかけての展望なんですけども、来週は当然ですね、このレンジが維持されるのか、今、レンジをちょっと壊しかけてますんで、ポジション外してますけども、これがね、今度は、セルの方に一気に戻っていくのかってことです。おそらく、円安っていうのはこの辺で止まってですね、今度は円高の方に触れていく。つまり、14円から13円、12円の方に動いていくんじゃないかなというふうに感じてるんですけどね。そういえばガソリンの価格、だいぶ上がったんじゃないですか。160円。廃屋なら175円とかね、200円ってところもあったみたいですけども、まあそういったところにもね、この為替の影響が十分現れてるかなと思いますし、やっぱりね、ガソリン代が値上がりした時のために、この FX でドル円を両立てで持っておくってことも重要なリスクヘッジになると思います。なんでそうなるのかってことはまた別のことでね、お話ししようかと思いますけども、今週は以上のようにまとまりました。本当に今週もお疲れ様でございました。たくさん利益が取れてると思います。少なくとも損失を出してる人はほとんどいないと思いますよ。今回のことでね、もしね、どうにもならずに損を出したってことがいたら、まあ、来週からまた頑張りましょうってことですね。いや、基本的に今週負けはないはずなんですけどね、ここまで明確に上下の線引きをして、私明確に指示も出して、金額まで言ってましたからね。
すべて予測ベースで金額まで言ってて、ここに来たらこうですよって、しかもそれを見せていて、これで利益が取れないとしたら、ちょっと FX は向かないのかもしれません。まあでもね、諦めずに、また、やっていきましょう。頑張っていきましょう。今年もあと残りわずかです。正味あと5週間ぐらいしか、そして1週間が5日ですから、25日ぐらいしか今年も FX をするチャンスはありません。それじゃあ、また明日。